スマデラ源氏と平氏共にゆかりの深いスマデ寺正式名は条夜山福祥寺ですが古くからスマデ寺の通称で親しまれてきました武将平敦盛がめでた青葉の笛や僧兵弁慶の鐘さらに 敦森の首塚や源義経腰掛の松など貴重な品や史跡が多くあり源平ゆかりの寺として全国的に知られている名所ですそのロマンを忍び与謝武村や松尾芭蕉など多くの文人が訪れ広い境内のあちこちに彼らの残した句や歌の碑が点在しています。 木造十一面観音流像南北朝時代作木造十一面観音流像は頭上に十一の顔を持つ観音像菩薩面三面真ぬ面三面大正面一面 阿弥陀如来の化けた面からなる。寄席作りで玉眼をはめ込んであり、造庫は84センチほど。小ぶりながら丹精な目鼻立ち。引き締まった口元など、最地な技法で彫られた姿は、脇から胴にかけてぐっと絞られ、腰を少し左に引いて右足を緩め。 自然な様子で立っています空殿および仏壇仏像安置用の小建築模型で空殿をかたどったもの寺の記録書登山歴代によれば1368年式部北京長方によって制作されたと記されています 仏壇は仮装が中国式上段が日本式の2段からできており折衷用のうちでも異色の造り壇上に一種の木壇がありそこに載っているのが空伝。三軒からなり屋根を支える装飾的な組み物は空用御手先